おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていくんですが、今回はですね、コメント欄でいただいたポジションエディットどうしたらええんやというところでですね、強者のポジエディの唯一の共通点というところで、何をね強い方が意識してやってるのか、どういう風に組んでるのか、その共通点をね皆様にお伝えしていこうと思います。まあ、多くの人は知ってる内容かもしれませんが、初心者の方ですとか、あんまりね SWCC でダイヤの戦い見ないよって方は、ぜひぜひね一つ参考にしていただければというところで、早速見ていきましょう。さあ、強い方のポジションエディット、いろんなね、やっぱ前線は組み方が、いろんな組み方があります。こんな感じで、両翼低い位置とか高い位置に置いたりですとか、もっともっとねごちゃ混ぜにしたりですとか、例えばこんな感じでごちゃごちゃと斜めにしたりですとか、結構ねここに関してはよいしょ、まあ諸説あります。好きな人が好きなように組んでいるっていうのが大きい。例えばこんな感じで本当にねごちゃごちゃにしてる人ですとか、本当にねなんかギュッと詰めてる人ですとか、いろんな方がいますし、もっと言えばねすごくワイドに開いて高い位置取らせてる方とかも、こんな感じの方もいらっしゃるわけですよ。ただ多くの人がですね5バックのようにしている、疑似的な5バックのようにしているっていうところが一つ挙げられます。っていうのもセンターバックのラインをすごく上げて、セントラルディフェンスミッドフィルダーのラインを下げることで、実際は4バックなんですが5バックのようにして守っているっていうことですね。でなんでこれやってるのって話なんですけれども、実際に、ね、あとちょっと試合を見せてお話ししていければなと思うんですが、ディフェンスラインを高くすることで相手のフォワードの選手にねボールが渡った時に刈り取れるようにしているのが一つあります。ディフェンスラインを下げてしまうことで相手がね自由にボールを持てるスペースが生まれてしまう。そのスペースをラインを高くすることでなくす。さらに、4バックだとどうしてもねサイドバック、両サイドバックの選手が高く上がることでですね、たまにこの後ろが穴になってしまうんですよね。ただここに対してセントラルディフェンスミッドフィルダーを低い位置に下げていくことで、例えばカフーが高く上がっているところにフェゲーロのカバーにいて、そのままナバーロがちょっと右にずれてケディラがカバーに行くみたいな感じで、サイドバックの裏を突かれても失点しにくいとか、とにかくですね後ろのラインを上げることで真ん中を狭くするので、すぐに例えばケディラが、プレスに行ってかわされた後にナバーロ詰めてるとか、ナバーロがプレスに行ったらケディラかわしたらケディラがいるとか、そういうような状況にできます。だから5バックにしてる方が多いのかなと思います。ただですね最近いろんな試合を見ていて思うんですが、この5バックってまあ一つ欠点としてはラインをすごく高く持つので、裏抜き取られたらたまにですよ、なんか最近多分ねこのサカツクの AI が改善してきてきるのかなと思うんですが、たまに例えばモドリッチがタックル行った時にモドリッチがかわされちゃって、かわされて裏誰もいないしエリア広大に空いてるから、そのまま長い距離ドリブルされてゴールキーパーと1対1で決められるみたいなことがたまにちらほら見えてきました。なんで5バックすごく強くておすすめではあるんですが、刈り取れる、この3人で刈り取れるかどうかっていうことをすごい大切にしていただけたらなと思います。あとね刈り取れない例でいくと、私の中央突破なんかがそうなんですけど、ちょっと私ねカバーリングもクロサーも星5の優秀な選手がいないので、マティプとロバートソンを貫突して、まあ、リバプールバフを 2%2% で計 4% かけて使ってるんですけれども、この2人がですねまあ弱いわけですよ。まあ貫突してるからねそんな弱くないんじゃないとかって私は思うんですけど、まあそれでもタックルとかね、パスカットとかなんかもう数値的には2000ぐらいっていうめちゃくちゃ、数値が低いので、やっぱねマティプぶち抜かれたらもう終わりみたいな、リンデルフ抜かれたらもうマティプしかいないけど、マティプなんていてもいなくても変わらないから終わりとか、そもそもサイドバックの選手って例えばマティプが抜かれてからカフーが間に合ったとしても、カフーそんな守備できないよねみたいな、カフーのサイド攻められたら終わりみたいなことがあるので、ライン上げるんだったらきちんと守れる選手たち使いましょう。レジャワのねトゥーリオとかでも全然中央突破の手使いは彼ら強くて守れるので、それでいいんですが、私みたいにね星4進化で総合値7000ないような選手たちを使ってる方、ぜひぜひちょっと気をつけてください。さあそれではですね、実際に5バックにするとどんな、まあ、戦い方になっていくのかっていうところを見せていきたいなと思います。ちょうどですねいい例悪い例、5バックのいい例悪い例をですねこの試合で見れたので、ちょっとこのね15万制限ではあるんですけれども、ルームマッチ
16人制ルームマッチの決勝戦でちょっとお見せさせていただけたらなと思います。今の日本語おかしかった。お見せいたします。ということで早速やっていきましょう。お相手の方もね、ちょっと待って、ミスった。これ展開的にはまた後でババってるんですけど、 2-0 ぐらいで私が勝ってるんですが、やっぱりね、基本的にルームマッチ16人制で決勝戦まで上がってくる人って本当にしっかりねチーム組んでる方が多くて、この相手の方も私はね戦術より取れてるからたまたま勝てたぐらいのそんな勢いではあるんですが、このお相手の方もですね、まあ分かりやすく5バックにしていらっしゃいますね。まあ、操作をすごい低い位置まで下げてくることで疑似的な5バックにしてやってます。まあ、ナバーラ・マルディーニもう一個高い位置にしたら、よりね、ディフェンスラインが一直線になるんですが、ちょっとギザギザではあるものの、操作限界までね、これ下げてるのかななんて思ってます。はい、ということでですね、この5バック同士の戦いちょっと見ていきましょう。すみません、一回ちょっとね結果を見れて先に 2-0 の結果まで行ったんですが、もう今回ね点数とかどうでもいいので見ていきます。お互いのねやっぱそのディフェンスラインに注目してほしいんですが、よいしょ、ここね開始早々見ていただきたい。私後ろにこれ5人いるんですね。3枚いて、で両翼に1枚1枚サイドバックずつがいるので、まあ実際5バックみたいな守りになってます。でも私の場合はね、これ3バック、プラス、両翼を低い位置に置いているっていう形なので、まあ、それでも疑似的な5バックに近づけて、やっております。さあ、そうしたらですね、こことか、見たらわかると思うんですけど、もうね、狭いんですよね、すごく。相手のラインがすごい高いので、常にね、こっちのフォワード陣に全員マークつかれてるような感じになってしまう。相手のラインが高いせいで、自由に動けないんですよね。まあお互いそうなんですけど、例えばここもネドベドもね、もうインシーニアがマークに行っていて、インシーニアはレフトミッドフィルダーなんですが、一番低い位置まで下げております。で、ここもね、ラッシュフォード、ジェームズ、ここももうすごく囲まれちゃってますよね、ラインが高いせいで。で、ここ、ダービットかわしてもすぐにマルディーニに詰められてしまう。で、中に3枚いるんですよね。マルディーニがいても、相手のね、中に3枚いる。まあ、ソーザがいて、ここ分かりやすいんですけど、ちょっとこのゲームさ、スタートを押すとこの画面になっちゃうんですけど、今相手のディフェンスラインの真ん中にソウザがいて、でその横をですねナバーロとマルディーニでカバーされてるんですね。なんで最終ラインにも5人いるんですよ、相手の最終ラインに。でここソウザが低い位置でここまで来て、マークに来てると、ここも5人いますよね。まあ、ここカバーニが左足で決めてくれはしたんですが、まあそんな感じです。ソウザが低い位置取ってるから、なかなか攻めづらい。でネドベド、ここもシャビ行ってマーク行って、ここもねインシーニぶち抜かれてるんですが、インシーニ一応タックルまでは行ってくれてます。ここもですね見たら分かると思うんですけど、こっちのラッシュフォードについてるのはパウロ・ソーザなんですよね。これセントラルディフェンスミッドフィルダーなんですよ。ソーザを一番低い位置まで下げていて、でマルディーニ とナバーロを横に開かせていることで、相手のソーザがこっちのセンターフォードにつくんですよね。こっちのミッドフィルダーとかじゃなくて、でソーザ、今ソーザのパスカットかなかわしたんですが、マルディーニのタックルで潰されてしまうと、これがやっぱりファイドバックのねすごくいいところかなと思ってます。さあここもね、もうソーザ真ん中来てますよね。ナバーロをかわしてもその奥にソーザが一人いるっていう状況、まあ、ソーザちょっと見にくいかもしれないんですが、髪が長いね赤い選手がソーザになってます。さあやっぱりね、1枚センターバックかわしても中にもう1枚いる。そのためにね、ゴリゴリ下げるっていうのはいいのかなと。私もこれ最終ラインすごく意識して下げてるんですが、本当はね、3バックなんですけど、EC に一番後ろまで下げてるから、ちょっとスペースは埋めれてるんですよね。ディフェンスの時にお互い5バックになってる。ここも EC にがどんどん下がっていくので、よいしょ。で、ジェームズがね、ライトサイドバックみたいな位置から取りに来てくれる。ここもクライパートについてるの操作ですね。ここが結構やっぱ厳しいですよね。まあ、ただお相手の方がですね、ちょっとギザギザの並びにしてくれているので、ソーザが若干前に行く、最終ラインが統一されないので、私は横一直線にしてるんですけど、基本的には。最終ラインが統一されないので、そこの穴とかはつけるのかなと思いますが、どっちにしてもですね、5人後ろで守られちゃうと、なかなかね、エリアがなくて攻めきれないんですよね。もうお相手もね、今、綺麗に5人で今後ろで守ってますけど、やっぱねここもクライファーとソーザ疲れて、クライファーとソーザかわして今振り向いたのにマルディーニとかが中にいるっていうね、もう困ったことになってるわけですよ。なんでね、ぜひぜひね5バックっていうものを試してほしいです。ただここの弱点としては、ソーザを真ん中に置いて両翼を広く取っていることで、マルディーニとナバーロの距離がすごく広いんですよね。なんでソーザのところでうまくやれれば、マルディーニとナバーロが詰める前にですね、こっちがどうにかできる、こっちが裏に走っていける
ので、そこがねやっぱ5バックの1個弱点かなとはなんとなく思います。さあここモドリッチがねドベベトから奪って、ここですねソーザが上がっていたせいでナバールとマルディーニがちょっと両翼に開きすぎていて、このまま決めれると。今のシーンがまさしくそうなんですけど、ソーザがねちょっと高い位置を取るんですよ、まあ、ギザギザになってるので、でソーザもこれ必死に追いかけてるんですが間に合わず、モドリッチがずっと自分で走っていて決めると。今みたいにマルディーニとナバールをすごく広い位置に開いているせいで、ソーザがソーザのところで抜かれた時にカバーに行けない。なんで擬似的な5バックするんだったら、私個人的には真ん中にセントラルディフェンスミッドフィルダー下げるよりは真ん中にはセンターバックの方がいいのかなと思いますね。でまあこれ以上あんまり繰り返されるシーンであまり何か特筆するところはないので、もう早送りでいくんですが、今みたいにですねやっぱりセントラルディフェンスミッドフィルダーはポジションエリートでね、低い位置を取ったとしてもあくまでもセントラルディフェンスミッドフィルダーなので、ビルドアップの時は前に行きますし、今みたいにね、モドリッチのエッジングマークからボールを奪われたショートカウンターみたいな時にはちょっと高い位置からになるので走って戻ることになります。そこで戻れたらいいんですけど、やっぱり戻れない時も十分ありますので、その戻れないことを考えるんだったら、私個人的にはですし、まあダイヤモンドディビジョンのね決勝トーナメントとか見ていたら分かると思うんですけれども、5バックにするんだったらよいしょ、例えば私のこれみたい、これそうなんですけど、ナインゴランはちょっと左にずらしてますよね。でサイドアタックでいったら、ここかな、ここにモドリッチを置いてリンデルフを真ん中、なんでリンデルフ真ん中かっていうと一番総合値が高いセンターバックだからですね。うん、彼は抜かれないと信じているからです。私がリンデルフ抜かれたらもう点取られてもしょうがないよねって思ってます。はい、なんでモドリッチとかスタムのマーク、この2人ともマークなんですけど、フェリアスマークとエンジングマークかな、このマークの行ってマークかわされたとしてもリンデルフが潰してくれるよねと思ってリンデルフを真ん中に置いてるわけです。ここもそうですね、ナバーロフェゲールでナバーロ真ん中に置いてるのはナバーロを信じてるからですね。でケイテレを真ん中に下げるのではなくナバーロを真ん中に置いてます。これポジティ次第ではですね、ナバーロを左に置いてケディラを真ん中の一番低い位置に置いて、こんな感じでもできますし、さっきみたいに例えばギザギザにもできるわけなんですが、まあ、ギザギザにするかどうかはまあ好きにしていただければいいんですが、セントラルディフェンスミドフィルダーは真ん中よりもやっぱりサイドの方が、まあ、ダイヤの方とか見ててもいいのかなと思います。ってことでですね、まあSWCC 始まりますので、今日から始まりますので、ぜひぜひね悩んでる方ポジエリ参考にしていただければということで、今回の動画ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。